子供が生まれてきたらどうなるのかっていうと、女が生まれると幹部候補正社員、男が生まれると派遣社員、バイト扱いで下の車で住めっていうふうに言われると。矢干し御前にとって男は消耗品で守らなければいけないのは女たちだというふうに思ってるから、こういう構造になってる。 次はですね、タタラバの解説をちょっとしようと思います。今回ですね、あの美術部に作ってもらったですね、タタラバの模型なんですけども <laughs>、これあの何かに似てる。もうあの何にも気がついたり何かに似てるんですけど、何かっていうと、 大阪のですね、博物館にあるですね、真田丸ですね。大阪冬の陣でですね、真田雪村が作ったと言われるですね、大阪城の、まあ、張り出し施設みたいなもの、真田丸ですね。周りにですね、ぐるっと堀を巡らして、土を持って、これ土を持ったんですよで。土を持ってですね、その周りにですね、板と、まあ、木の杭でですね、囲いを作ってで、その中に陣地を引いてですね、兵隊を集めると。 役割は何かっていうと、大阪城を攻めるなら、まず、あの沢田丸を落とさなければいけないというふうに敵の攻撃をですね、まあ一箇所に集めて、で、自分たちも攻撃の準備をするための砦に作ったんですけどもですね。そっくりなんですよね。タタラバのですね、外側から見ていきましょう。これがですね、タタラバの入り口ですね。 正面のあの橋があって、そこに一応ここの部分だけ稼働にしてもらいました。こういうふうにですね、巨大な杭がですね、開くような構造で中に入れるようになっています。この入り口はこの幅広の橋一本だけですね。で、毎日ですね、日が暮れる前にですね、男たちが4人がかりで巨大な仕掛けを回してですね、この橋をですね、閉じてしまいますですね。門を閉じてしまいます。もちろん目的は外敵を防ぐためです。 で、この門はですね、外開きですね。内開きにしちゃうと、工場兵器って言って、城を攻めるでかい杭みたいなやつで、どんどんどんとやると開けられちゃうんでですね、絶対に外側から押して入れないような引き戸式のですね、構造になっているわけですね。だからもう完全に本当に守るための山城のような構造になっています。で、じゃあこれ焼き打ちすればいいじゃないかというと、立たらの構造からというか、あの元々の定義からしてですね、焼き打ちの攻撃できないんですよ。 それは何でかというと、まず中央にですね、巨大な製鉄用のタタラがあるから防火設備が整っているというのもあるんですけども、なんでタタラ場を攻めるのかというと、これが欲しいからなんですね。タタラ場の施設と技術者が欲しいから攻めるわけでですね、実際に兵隊を入れて降伏させるしか方法はないんですよ。ここの中の人とかですね、設備を 殺しちゃったり壊しちゃったりしたら、それはもう意味がないんですね。タタラバが欲しい人っていうのは必ずタタラバを壊したいんじゃなくて欲しいわけですから、焼き打ちっていうのはできない。なので、この構造をですね、城としてすごい優秀なわけです。で、実際にですね、このタタラバのですね、使われ方をですね、アニメの中のシーンで見てみようと思います。さっきも言ったように門は開閉式ですね。外側に開くタイプです。 で、中入るとですね、案外ですね、あの、ご飯を炊く煙とかがいっぱい上がってて、まあ、あの、生活しうそうの風景です。で、下の車ですね、車っていうふうな言い方をしてますけど、この模型で言うと、うあの、下の車、上の車の二重構造になってます。で、この下の車の方は、え、牛、飼いたち、牛追いたちの生活スペースになってるんですね。上の方は、たたらバに住む、えー、女の人たちのスペースなんですけどもですね。で、奥の方の建物を見るとですね、 2階にですね、宴会場みたいなのがあって、まあ、こう、みんな飲んだり食べたりしてるんですよ。だから、2階建ての建物もですね、割と、あ、多いんですよね。たたらばのですね、この下のクの方はですね。で、男女混じって楽しそうにしてるんですけども、実は食事が男女別なんですよ。3番目のコマ見てください。男たちだけでですね、仕出しのご飯ですね。この男の人がですね、自分のお茶碗に、まあ、大根の炊いたのかなんか入れてるんですけども、 みんなこういうふうなご飯の食べ方してるんですね、えー。学校給食みたいな食べ方してます。で、男も女も玄関のところからそれを覗いて林やしったりするんですけれども、男たちは女たちがいるところに入っていこうとしない。門のとこまでしか来ないですねで。女たちもこの足高がですね、いるのを見てですね。 玄関のところに集まって生やし立てるんですけど決して中に入ってこないんですねちょっとあのかなり不思議なですね学校みたいな風景なんですよねでこの下の車ですねまああのお店があったりご飯屋さんがあったりですねあの物ブ々ツブツ交換の場所交換っていうかね米とか配給制みたいですそういうのがある奥に行くと一本道がありますこの長い一本道が上り道になって上の車ですねに繋がっているですね細い道があります で普段はですね、この上の車と下の車の間のこの門は開放されてるんですけどもです、ね、だからあの、男女が自由にここで交流できるようになっているんですね。ところがですね、有事、何か戦闘があった場合は、この門が閉鎖されて、上の車が完全に独立するようになっているんですね。この上の車の巨大な貯水池にですね、水が貯められるようになっていますね。いざ戦争で攻め込まれたら、下の車を捨てるのが目的なんです、ね。 下の車を占領させといて、上の車のこの一本道にですね、敵の兵力を集中させると。そうすると一本道しかないから案外兵力の集中できなくて、守りやすいというですね。これも本当に沢田丸と全く同じ考え方ですね。現にあの映画の後半でですね、浅野久保という現地の侍が攻めてきた時もですね、早い時点であの下の車を捨ててですね、路、えー、上戦にですね、切り替えましたね。上の車だけでですね。まあまあ、ここまでの話でわかる通りですね、 男たち、牛飼いたちが住むですね、下の車ですね。職人たちも、まあ、いざ生活するときは下の車に降りてるようです。とですね、上の車のですね、たたらばがある、製鉄所がある部分とかですね、あの、この周りで鉄を打つところは男もいるんですけども、これもあの、通いが自由になってるから入ってるみたいなんですけども、基本的に上の車って女たちだけの世界なんですね。 だから、あの、エボシ御前が守ろうとしてるのは女たちだけなんだというのをこれ作ってみて本当にしみじみ感じるんですよ。だから、あの、牛追いのですね、香炉くたちがモロの襲撃を受けて谷に落ちた時もあっさり見捨てて帰りを急いだと。エボシ御前にとって男は消耗品で守らなければいけないのは女たちだというふうに思ってるから、こういう構造になってると。で、どうもそれをタタラバの人たちっていうのは、 わざわざ口にしないんだけど、なんとなくわかってる様子が見えるんですね。だから、ロ録たちを見捨てるときもですね、周りも割とあっさり従う。で、作品内ではこの見捨てられた公録と、たたらばでですね、リーダー的なおときさんって女の人はですね、夫婦なんですけども、しかしですね、あの、一緒に暮らしてる描写が全然ないんですよ。 このアニメの中ですね。あの結構ね、たたらば全体のなんかこう生活描写っていうのはくどいほど多いんですけどもですね、夫婦生活とかあと家族生活の描写、生活感っていうのがゼロになっているんですね。もう本当に学校かアニメスタジオみたいなですね、描き方になっているんですね。で、これあの僕の想像なんですけども、おそらくですね、もののけ姫の中ではですね、いろんな事情でですね、子供が一切描かれてないんですけどもですね、子供が生まれてきたらどうなるのかっていうと、 女の子が生まれると全部上の車でですね、管理してで女、生まれた女の子は幹部候補生になると思うんですね。で、男の子が生まれると下の車でですね、育てられて、ですね、大事な仕事をさせてもらえない派遣社員扱いですね。女が生まれると幹部候補正社員、男が生まれると派遣社員、バイト扱いで下の車で住めっていうふうに言われる。と。 で、これってあの、未来少年コナンで、ハイハーバーでやってたことと全く同じなんですね。宮崎駿はこの世界をですね、すでに未来少年コナンテレビシーズンの中で書いていて、ハイハーバーで男の子が生まれると、家畜を育て、貧しい生活をさられる。ところが、女の子が生まれると、女の子たちはですね、なぜかハイハーバーの村の方でですね、小麦を取ったりですね、割と楽な生活をさせてもらえるというですね、そういうのをあの、書いてるんですけどです、ね、まあ、全く同じ構造になっています。いて、今、この <laughs>、あの、トゲ引っか,かかっちゃった。 で、この上の車のさらに奥にある隔離施設ですね。これ実際あの一段下がったところにある、段差が下がったところにあるんですけども、あのこの上の車にですね、汚れとかですね、たたりを持ち込まないためにですね、ちょっとこの池があって、で、水路がぐるーっと回っていて、この水路の向こうの隔離設備になっているんですね。で、この奥にはですね、ハンセン死病患者。 ですかハン戦脂病患者たちの研究施設がありますよね。こういうふうな構造になっています。中はあの薬草のですね、菜園になっています。で、ここで秘密兵器のですね、新型のイシビアを作って、 いるわけですねエボシ御前たちが扱うのをまあ見ていると、さっきも話したようにですね、1回ごとに火薬と弾をですね、詰めなきゃいけないですね、火縄式と違ってですね、火薬と弾が全部入ったマガジンをですね、そのまま交換するカートリッジ方式がですね、ここで作っている新型の石ビ屋でした。で、これを作ってるですね、開発しているハン,センシビオ患者の技術者たち、言葉がちょっと変なんですね。映画の中で見てると、怖いや怖いやというふうに言ったりですね、 エボシともタタラバの人とも違う、ちょっとね、京都言葉なんですよ。こうやこうやっていう。京都服のですね、なまりがあって、貴族なまりがあるんですね。だからおそらく、あの、天皇とか朝廷側の技術者だったと思うんですね。その人たちがですね、おそらく、 海外に留学経験、民家、朝鮮に留学経験があってで、そこでいろんな技術を学んできたんだけども、病気をもらってしまったと。そんな感じじゃないとでないと、その彼らだけが、ちょっとね、鉛が違うのが説明つかないんで、そんなもんだと僕は考えてます。で、このハンセン死病患者たちの隔離施設こそがですね、えー、えー、シえ、え、え、ね、え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 、ですね。実はこっちじゃないんですよ。 最大の秘密で開発場所はここなんですね。ジグボですら知らない新兵器だったですね。でジグボーとしてはですね、自分たちが持っている中国式の石火屋ですね、民から輸入したもののですね、量産をさせてると思ってるんですね。 これを量産してくれと。で早く作れと。そして作って無理を焼いて、で、しがみを倒せというふうに言ってるんですけどもですね。それをさらに改良して、自分たちの武器を作り上げて量産しようとしてるという。このエボシ午前のですね、野望はですね、ジゴボウも知らなかったですね。なので、おことの人の戦いにおいてですね、エボシは堂々とその新型の石火を持って現れるんですね。だからジゴボウにそれらを見せたのはなんでかっていうと、まあ、ある種、秘密兵器でありながら、 私たちはこういうものも作ることができるのでもうちょっと私たちを大事にしてもいい具体的に言えばタタラバを解体したり占領するのはやめてもうちょっと私たちの好きにさせた方があなたたちに値打ちがあるよという意味かもわかんないし もうすぐこれは自御房との共存関係が終わるというですね、戦、え、闘、ー、のですね意思表示かもしれない。そういうふうなサインかもしれないというふうに思いました。動画についていたコメントです。もののけ姫という物語自体が天皇制の否定をしているというのは有名な話ですが、 ここから始まるんですよ。天皇制の否定してるのは有名な話ですかって言われても、もう、それ有名な話なんですかといや、そういうふうにも確かに読み取れるし、まあ、宮崎駿監督はもともとはその共産党、日本共産党の支持者だから、そういうふうな考えもベースにあるんだろうけどと思うんですけども、有名な話ですがというところから話は始まります。要は、アマテラス大神の子孫である、帝の象徴、 太陽には獅子神が弱いっていうのは納得できるんですよ帝が土着の偉大な神々を殺してしまったということに対してのメタファーだとでも設定中の宮崎さんがそんなことをするのかとしかももののけ姫をよく見ていると足高の祟り神の力が発動する瞬間が起こった時と太陽が隠れてる時な気がするんですよね えー、矢で首飛ばした時は昼だったから木陰で発動したのか、うろ覚えなんですが、C パートで、アシタカがテレパシーで山のピンチを察知するとき、わざわざ太陽が雲に隠れる絵を映して、アシタカが影に覆われて感知し、し終わったら雲が流れていくと演出をしている。えー、今回映画を見に行って、宮崎さん結構セリフで説明してくれるなと思ったんですが、わざわざ太陽が隠れるシーン入れるのだから、何かあるとピンと来たんですよ。 というふうにですね、コメント書いてくれました。確かにそうなんですよ。僕もね、映像を調べてみたんですけども、シーパートですね、カタ,タラバが襲われて、エボシゴ前たちはですね、マイのモロと対決するためにですね、森の中に深く行くシーンなんですけども、そこでですね、明日カで不思議なシーンがありました。太陽が急に隠れるんですまあ、にわか雨がザーッと降って、その太陽が照って、でもう一回日が隠れた瞬間にですね、明日カの心の中に、 今、酸がどんな風になってるのかって映像がパッパッと入ってくるんですね。で、ハッとした瞬間にですね、日が差すと、 あの、元に戻るというシーンがあるんですね。で、確かにその、太陽が隠れた時にだけアシタカのその力が発動する。つまり、えー、物のけやたたり神の力が発動するというのは、アマテラス・オオミカミと対立する存在として書いているからっていうふうにですね。これはあの、すごくついつまがう、いい説だと思います。えー、天帝王・アマテラス・オオミカミの子孫としてですね、アシタカはですね、スサノオの御事のですね、メタファーなのかもしれないというですね。まあ、だから冒頭ですね、あの、矢をつがいで,です、ね、 いるシーンでですね。のぶの腕をですね。引きちぎるシーンがあるんですけど、やっぱそれもスサノ伝説のですね。相手の腕を引きちぎるというのにうまくこうね。噛み合ってるから、ああ、これひょっとしてそうなのか思った時にですね。今ちょっと僕も思っています。僕、あの生まれた時にですね。心臓に先天的な欠陥があって、もうほぼほぼ8割の確率で。 でで死ぬっていう,ふうに言われたんですよ、ね、心臓が激しく打つことによって死ぬわけだから要するに泣かさなければいいと,ということでうちの母親はそこからもう本当に2年ぐらい寝てないそうですねとにかく僕は一瞬でも泣きかけたらすぐにあやしてあやしてあやしてっていうのをやってくれたんでですねまあそれでまあ僕は生きてるんですけどもいや、ね、すいません今のコメントでこんな立派なサイコパスになってって書いてあって。<laughs> まあ、まあその通りですよね愛を過剰に受けるとサイコパスになるんですけどね。<laughs>